皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は飯テロ完全個室の保護猫カフェでチュール、横取りやおねだりに癒されたということでですね、今チュールをあげておるんですけれども、いきなり立ち上がってくれましたよね。この子はハピちゃんですよ。棚の上にいたんですけれども降りてきてくれました。次の準備をしていると、チャトラのデニーちゃんがね近づいてきてくれましたけれども、この子はサビ猫のおそらくエポナちゃんかなと思うんですけれどもね、ペロペロと舐めてくれておりますね。で、白猫ちゃんはねちょっと触ってはいけないと言われてたんですけれども、まあ、チュールはいいかなということであげておりましたけれども、大きな子かわいいよね。お次はサビ猫のエーテルちゃんですよ。すごく穏やかな子ですね。ゆっくり食べておりますよ。やっぱデニーちゃん近づいてるね。さあ次はね、ハチワレのダイちゃんにあげましょうというとね、デニーちゃん来てくれましたけれども、あ、横取りはしなかったよ。順番待ちはできるタイプだね。よかったよかった。さあ次の準備をしようとするとね、ハピちゃんが飛んできましたけれども、まだねメリッサちゃんにはあげてなかったですね。食べる？ふんふんと匂ってるけどいらないみたいということで、次誰あげようかな。あとデニーちゃん来るか。勢いすごいなね、こんな丸々ボディいいよね。さあ次はですね、ハピちゃんにあげようか。すごい見てますもんね。ちょっと立ち上がってほしいな。立ってくれた。こういうの好きなんですよ。めちゃくちゃ可愛いでしょ、このおてて。しかも靴下。あ、デニーちゃんもくれて猫パンチされたね。白猫ちゃんもう一回あげようか。なかなかの勢いやんか。で最後猫パンチ。さあエポーナちゃんにもあげましたけれども、この子はね、この棚から全然降りてくれなかったんですけれどもね。さあ次誰あげようかな。デルちゃんにあげようとするとハッピちゃん近づいてきてくれ言うてるわ。このおてて、靴下おてて横取りしちゃったね。もう一回リベンジしますよ。だんだん少なくなってきたからね。食べてくれ。あー、ハピちゃん来るか。ちょっとやめて。エイデルちゃんにあげて。あー、くれ言うてる。頑張ってあげてるんですけれども、ちょっと痛かったんですよね。あー、もうこれあげなしゃあないな。このにゃー言うてる子いてるけれども、誰が泣いた？やっぱデニーちゃんか。ダイちゃんもゆっくり食べてくれておりますけれども、じゃあデニーちゃんあげようかね。横取りしないね、デニーちゃん。ええ子やんか、あんた。立ち上がった。でも激しいな、食べ方が。もうぽっちゃりさんでね、かわいい。もうあと最後なんですけれどもね、カメラを置いてね、絞っておりますよ。誰食べるかな。あともうちょっとあるかな。あ、エーデルちゃん出てきたよ。じゃあ最後エーデルちゃんにしようかな。デニーちゃんも立ち上がってるけれどもね、食べてくれる？あー、食べてくれた。今回のお店は大阪梅田近くにある保護猫カフェヴィラウリエルさんです。ウリエルさんのね姉妹店になるんですけれどもね、こちらは完全個室なんですよ。周りにお客さんがいてないということでね、じっくりと猫ちゃんと触れ合えますよ。でしかもね、すごく人懐っこい子多いんですよね。メリッサちゃんもね近づいてきてくれましたよね。ダイちゃん狭いな。でもこれはこれで大ちゃんも嬉しいんやろうなぁとは思うんですけれども、いやー、癒しの空間本当にね。2匹同時撫でとか最高でしょ。なんかメリッサちゃんね、撫でるとお尻上がるんですよね。でデニーちゃん多分ね、おやつ探してるような気がするな。落ちたんかな今。ペロペロしてない、ひょっとして。それ気づかんかったわ。
あ、この下カキカキね、やっぱ気持ちいいやんか。ハピちゃん近づいてきてくれたよ。そしてですね、膝に乗ってくれるんですよね。膝に猫ちゃん乗せながらね、他の猫ちゃん撫でるとか最高でしょう。もう本当に癒されますよ。シャチホコポーズなってるな。めっちゃ可愛いやんか。で、猫ちゃんを撫でてるとですね、そろそろ時間になってしまいました。お会計を済ますとですね、ポストカードもらえるんですよね。で、最初にドリンク作ったんですけれども、もう最後で飲んでおります。で、コロコロでね、買える準備をしておるんですけれども、やっぱり撫でてしまうということで、しばらく時間はあったんですよね。モフモフしまくっておりますよ。あ、デニーちゃんも来てくれた。多分ね、猫ちゃんを撫でるとね、まだ毛はつくかなと思うんですけれども、それでもね、撫でたいですよね。もう1分1秒でもね、撫でていたいみたいな、そんな感じはあるんですけれども。あー、くっついて可愛いやんか。おもちゃ遊んでくれるかな。遊べへん。メリッサちゃんも遊べへん。ダイ君も遊べへんか。あらー、嫌がられちゃった。でも撫でるとね、こうやってスリーとやってくれるんですよね。いや、かわいいやんか。あ、気持ちいいって感じするよ。お腹もふもふもええの。たまりませんね。大ちゃんはお腹大丈夫やな。結構激しめにね、撫でてるんですけれども、気持ちいい。でね、このぽっちゃりボディなんでね、撫で心地最高ですよ。またメリッサちゃん来てくれる。で、スリーってやる。この白黒コンビやばいな。癒されまくるよ、本当に。ちょっと毛汚れてたけどもね。撫でられて気持ちいいねんな。シャチホコ。あー、たまらん。でもね、帰る時間がどんどんね、迫っておるんですけれども、次の予定がなかったら延長しようかなとも一瞬思ったんですけれどもね。いや、ほんとね、時間があれば3時間とか7時間コース行きたいですけれどもね。一度ね、3時間コースでライブ配信をこっからしたことあるんですよね。いや、ほんとに楽しいですよ。もうライブのね、準備をしてる段階から膝に乗ってきてくれるんですよ。なかなかはかどらないんですけれども、もうそこから癒されておりましたからね。ハピちゃんも膝に乗ってくれたか。完全貸し切りのお店は本当に癒されました。皆様いかがだったでしょうか。チュールを食べる猫ちゃんって本当に可愛いですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェピラ・ウリエルさんでした。